松尾芭蕉は忍者だったのではないかという噂はまことしやかにささやかれていました。果たしてそれは本当だったのでしょうか。これは小説や時代劇、そして戦後の忍者ブームで広まった噂で、詳しい調査によってはこの噂は否定されています。しかし実は松尾芭蕉の弟子の空こそが本当の忍者だったのではないかという説が浮上してきました。と一緒にジャパニーズカルチャーを学ぶ忍者カルチャー TV。 こんにちは、くのいちのおかがみと申します。今回は松尾芭蕉の忍者説について楽しく学んでいきましょう。松尾芭蕉は46歳の時、奥の細道の旅に出ました。この奥の細道の旅は幕府の密命を受けた隠密活動であったという噂があります。松尾芭蕉が忍者であると噂される理由は5つあります。疑惑その1、松尾芭蕉は伊賀出身であること。疑惑その2、46歳にしては衰えを知らないその脚力。疑惑その3、5ヶ月にも及ぶ旅費はどこから出たのか。疑惑その4、不自然な旅のルート。日本三景の松島を素通りしたのに、仙台の軍事要塞は細かく見物していました。疑惑その5、弟子である河合空が残した記録との食い違い。弟子の空が記した旅の記録、空旅日記と奥の細道では日付などに食い違いがあり、松尾芭蕉は特別な意図があって違う日付や内容を記録したのではないかという説があります。などなど様々な疑惑がありますが、詳しく調べると純粋な伊賀の子孫のものではなかったり、脚力も一般人より少しはありましたが、本職の忍者ほどではなかったり、旅費も行く先々での俳句の謝礼などで賄っていたようです。そして奥の細道はストーリーを盛り上げるための脚色をところどころ行っており、フィクションの作品のため日付や内容は松尾芭蕉の演出が入っていました。奥の細道の旅に同行した弟子の河合空。実は弟子の河合空こそが忍者だったのではないかと言われています。松尾芭蕉を隠れ蓑にして幕府の任務を課せられ、カモフラージュとして芭蕉の旅に同行し諜報活動を行っていたというのです。その根拠は松尾芭蕉の死後、幕府の準検使として九州に渡ったことにあります。準検使とは、江戸幕府が諸国の大名や旗本の監視と情勢の調査のために派遣した幕府の役人のことで、公の諜報活動のようなものです。全国の武士の中でも準検使になれるのはほんの一握り。情報収集能力の高い空がただ俳句を読むだけの旅行に同行しただけと考える方が難しいです。空はかつて伊勢長島藩に仕えていたところ、江戸に出て幕府の神道方学者である吉川惟太に神道と和歌を学び、特に優れた弟子の存在でした。つまり幕府の神道方であるだけに、神社仏閣への出入り調査が自由でした。ですので幕府は空に伊達家の日光東照宮の改築工事の進捗を調べさせるため、多少の旅費は出していたのではないかと言われています。簡単に言うと、空は幕府関係者であったのです。空こそが幕府の密命を受けて奥の細道を旅した忍者だったのではないかという説が濃厚なのです。本日のジャパニーズカルチャーは、漫画日和の芭蕉と空くんでした。
かがだったでしょうか。今回は松尾芭蕉の忍者説についてお話しさせていただきました。このチャンネルは忍者文化の保存とジャパニーズカルチャーの発展に貢献し、文化の理解を深めることを目的としています。忍者、民間伝承、呪術、都市伝説など幅広い分野のジャパニーズカルチャーを扱っていく予定です。あなたの地元に伝わる忍者の言い伝えやイラストのリクエストなどがありましたら、ぜひコメントで教えてください。では本日も動画を見てくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。